こんにちは。センターCLRのビデオメイキングアーカイブ IL2C の第29回を始めたいと思います。よろしくお願いします。今回は、前回がですね、ちょうど .NET コンフで、まあライブでやったやつをですね、配信させてもらったんですけれども、まあ、第28回は、その、まあ、皆さんに、そのアンプラグド向けに、いろいろ、その、これまで、やってきた経緯とか、まあ、内容みたいなものをダイジェストで、説明するみたいなことを、やりました。まあ、ちょっとね、マイクが、いつも使ってるというか、この間導入したんですけどね、今これ喋ってますけど、このマイクがちょっと重いのと、あと、ミキサーですね、ミキサーを現場まで持っていくのがちょっと大変だったんで、物は大きくないんですけど、その他機材一式含めてかなりの重量でですね、海外に持ち出す、スーツケースですね、あれに入れて持ってった関係で、まあちょっともう無理だなと思ってマイクを安物持ってったんですよ。でそしたら、まあ聞いてもらえれば分かるんですけど、ハムノイズが盛大に乗っちゃって、でなんかかなり惜しいことした感じの音声になってるのはちょっと残念なんですけども、まあ一応声はちょっと小さいんですけれども、ボリューム上げてもらえれば聞こえると思うんで、ぜひ聞いてみてください。で、まあ一応この連載は引き続き元へ戻ってですね、27回で終わったところの続きから続けていこうと思います。で、何をやってってたかなんだっけみたいな話なんですけど、ちょうどですね、バリュータイプのスタティックフィールドとスタティックメソッドの実装ですね、対応を行ったところまででしたね。なんでまあその続きからやるみたいな感じですね。で、スタティックフィールドとスタティックメンバーっていうのは、よいしょ、ペンがない。ですね、C に落ちたときに、C シャープからいこうか。C シャープで、まあこんな構造体がありますと。で、まあスタティックなフィールドですね、バリュー1、それからメソッドですね。で、これらはその C に置き換わると、一つは32KのC だと、まあグローバルヘンスですね。でちょっと今名前空間省略しちゃったんで書いてないですけども、クラスの構造体のオゲという構造体名にバリュー1というそのメンバーをくっつけてで出すと。で、もう一つが、
スタティックな、メソッドですね。あの構造体内のメソッドはそのまま、グローバルな、グローバルというかですね、C の場合、あの関数は常にグローバルですね。あのなので、まあ、こんな感じに、あの、まあ、名前だけあのマングリングして、あのつけてやる、つけてやって重複をあのしないようにあのしてやれば、まあ、一応実現できたと。特にあのフィールドの方はスタティックってついてるっていうのは、あの C シャープの世界では唯一のこうなんていうんですかね、フィールドを格納すべき場所は唯一1箇所しかない、メモリ上に1箇所しかないっていうことなんで、 C 言語上もグローバル、それはグローバル変数1個しかないっていうふうに対応付けられるので、まあ、こういうふうに出力すれば一致するということですね。で今からやるのはいよいよインスタンスですね。バリュータイプ、まあ、構造体のインスタンス、こんな感じですかね。ちょっとまあ一応書き直しましょうか。パブリックイントバリュー1、それからパブリックイントレゾート1と、こんな感じですね。で、まあ、まずフィールドから考えましょうかね。あのメソッドはちょっとまたあのこのフィールドをどうするかっていうことを考えた後で考えることにしましょうか。じゃあこういう C シャープの、構造体の、フィールドですね、これが C ではどういう扱いになるかなんですが、まあこれ一番簡単な例ですね。C にも構造体があります。なのでなんとなく1対1でマッピングできるような感じはしますよね。ちょっとスコープの扱いありますけれども、まあちょっとスコープを除いて考えるなら、まあなんか1対1になりそうですよね。 C に置き換えてます。こういうことですかね。まあなんだ簡単じゃないかというわけなんですが、じゃあこの構造体を使う場面っていうのを定義しただけじゃ意味がないんで、使う場面っていうのをちょっと考えてみると、まあなんか別にどこかにあのメソッドがあったとして、パブリックスタティック、まあ、例えば、まあ、トゥーワークみたいなメソッドがあります。そうですね、ここで、まず、構造体のインスタンスを用意しておきます。そしてそのバリュー1ですね、メンバーのフィールドにこう値を代入するというようなコードをまあ書いたとしますと。でこれが C のソースとしてどういうふうに落ちるかですね。まあなんかでもほぼ同じような感じでいけるんじゃないかって気がしますね。こっちもおそらくボイドルーワークみたいなフォアボイドか関数がある、ローカル変数として、ホゲ構造体のインスタンスを用意しておき、
ですかね。で、現状の IL2C ではスタック操作がありますよね。なので、ここら辺はちょっと違うかもしれないですね。まず第一に、ローカル変数の定義は、まあ、シンボルが今のところ取れないので、こいつが取れないので、まあ、ドットローカルにするので、0番目が、ホゲクラス、あ、ホゲ型で、あ、そうか、シンボル名がないので、ローカル0みたいな、あ、なしと。こういう、まあ、ローカル変数の定義が、IL として、出るかもしれないですね。で、それから、ここの部分ですね。この部分、インスタンスの中にあるインスタンスフィールドへの参照っていうのが何で行われるかですね。これ、ですね、フィールドに値を入れてるので、ST フィールドかな？多分、わかんないですけど、ちょっと調べてみないとあれですけど、ST フィールドっていう、オプコードがあるので、まあ、それまたはそのファミリーですね。そのファミリーのオプコードを使うような気がします。ということで、まずはですね、なんか、このコードを書いてみて、例によってまたちょっと IL スパイで、どういう内容になるのかっていうのを確認して、で、まあ、それから、C に落とすときにどうすべきかみたいなことをちょっと作戦として出るようにしましょうか。はい、ではですね、まあいつも通りですね、テストコードをまた足すような感じで作っていきましょうかね。ちょっと関係ないところを閉じておきましょうかね。こんな感じでね。で、バリュータイプのところに新たに、追加する感じですね。この辺ですかね。ああ、そういえばあれですね。27回でやった時のやつの最終的にテストコード埋めてないですね、ここに。これちょっと後で埋めておきます。こんな感じで。そうですね。アクセスバリューフィールド。あ、バリュータイプ。フィールドテストタイプみたいな感じで定義しておきます。ここには今これだ、ちょっと待ってください。これですね。この構造体の、このフィールドを1個だけインスタンスフィールドを持たせる感じでやります。パブリックヒント、拡大した方がいいかな。パブリックヒントバリュー1みたいな感じで、1個だけ値が入っているという状態ですね。で、こいつをテストするために、アクセスバリュータイプフィールドメソッドみたいな。まあ、相変わらずちょっとひねりがなくて申し訳ないですけど、こんな感じのメソッドを定義し、ここの中から、まず、この、構造体ですね。構造体の値、に、みたいな感じで作ります。これはですね、new って書いてあるけども、この方が構造体なんで、実際にはヒープを使わないですね。
なんで、まだ今現時点では、GC とか、まあ、まあ関係ないですね。これはあくまでもスタックに、用意されるはずです。そして、次に、このインスタンスのバリュー1に対して123を入れると。こんな感じですね。じゃあ、このメソッドを、テストするみたいな感じでやりますかね。こう、はい、いつも通りテストコードをここを解析する、このメソッドを解析するようにします。で、変換すると。で、変換した結果、今のとかわからないので、まあ適当に、コードは削除しておいて、例によってここでブレイクをかけて、なんかエラー出てますね。コールスター、ああ、そうですね。メソッド名変えないといけないですね。アクセスバリュータイプフィールドテストにすると。こんな感じですね。じゃあ、ちょっと実行してみましょう。例外出るかな。ああ、例外出ましたね。例によってインバリッドプログラムシーケンスですね。なんだろうな、オプコード12。で、カレントインデックス2なんで、割と最初のとこ、方ですね。じゃあ、まあ、まあまあ、動かないのは分かっていたので、今のコンパイルしたテストコードを、IL スパイで眺めてみます。IL2C の、アクセス、スタティックフィールドテストメソッド。これかな？あ、違いますね。アクセス、バリュータイプフィールドテスト。こっちか。これですね。ちょっと念のためもう一回 C シャープにしてみると、なんかわかりにくいコードが出てますね。デフォルトのアクセスバリュータイプフィールドテストタイプのバリュー1が123。ああ、まあ、まあ、そう言われればそうかな。まあいいや。今、デバッグですよね。大丈夫ですね。はい。これが、変換された結果ですね。あ、変換で、コンパイルされた結果です。で、まず、ローカル変数の定義ですね。ここは、バリュータイプで、その型について指定されてますね。で、インスタンスという名前の、ちょっと紛らわしかったですけども、インスタンスという名前の、アクセスバリュータイプフィールドテストタイプという名前の型の、構造体が格納されると。0番目のインデックスに。ってことですね。で、中を見ると、まあ、ノップは無視して、最初、ld6a.s でインスタンスを指定し、そして init オブジェを呼び出し、それからもう一度 ld6as でインスタンスを指定し、ldcions で123をプッシュし、そして stfield を呼び出していると。stfield はさっき予測した通りですね。フィールドに値を格納するのに使われていると。で、stfield は、2つ値がプッシュされていることを前提としていて、おそらくこの ld6as というのと、この ldcions ですね。これがフィールドに格納する値になっていると。じゃあ、この ld6as というのは何なのかってことですね。こっちでも使われてますけど。そして、まあ、さらに言うと、この init オブジェですね。まあ、なんとなく名前で想像はつきますけど、まあ、これらが、特に今、気にかけるところは、この init オブジェと st フィールド、そして両者で使われているこの ld6as が何なのかってことですね。
じゃあ例によってこいつの MSD のを見てみましょう。はい、これダメなので古いやつにします。はい、で何て書いてありますかね。形式はオプコードが12ですね。さっきあのインバイトプログラムシーケンスで刺さってたんですけど、まあ12って12って出てましたね。で、さらにオペランドとしてアンサインドイント8の値を取ることになっています。でまあこれ後ろにドット S ってついてるんで、もうなんかおなじみというかですね、あの8ビットの何らかの値ですねが、まあ、インデックスとして使うんでしょうということですね。でスタックの遷移動作を順番に示すと次のようになります。指定したインデックスの、ローカル変数に格納されているアドレスがスタックにプッシュされます。アドレスですよ。今まで出てきたものとはちょっとなんか異質な感じですね。アドレスというと、まあ、C 言語ではね、あのポインターとかでアドレスを扱うわけなんですけど、もうちょっと読みましょうか。LD6AS 命令は渡されたインデックスのローカル変数番号のアドレスをスタックにプッシュします。ローカル変数の番号は0から始まります。スタックにプッシュされる値は LDIndI や STIndI 命令などで、などの命令で使用できるようにすで、に正し配置されています。なんかちょっと変ですね。結果は遷移ポインタ型となります。になります。なんか分かったような分かんないような、まあ一言で言うと、指定したインデックスのローカル変数に、格納されているアドレスがスタックにプッシュされる、ですね。ちょっともう一回IL スパイを見てみますか。指定された、フィールド、ローカル変数の位置のアドレスがスタックにプッシュされる。このインスタンスっていうのはこれのことですね。このローカル変数のこれのことですね。で、まあ、アドレスって言ってるんで、要するにですね、このローカル変数のこの領域を表す、アドレスがスタックにプッシュされるということですね。アドレスって、あれですよ。C 言語で言うところのそのポインターみたいなもんですよね。まあ、ちょっと、なんか、あれじゃないですか。C シャープとかでは普通にそのポインターは扱わないですよね。アンセーフブロックを使ってポインターをアクセスすることはありますけども。なんでちょっと、馴染みがあまりないかもしれないですけども。まあ、要するにですね、このローカル変数のこの0の部分、ここを指してる何らかの値がスタックにプッシュされるというふうに今は考えておけばいいと思います。で、次が、イニットオブジェですね。これは後ろに、片目が飛んでしまいましたね。片目が指定されてますね。これか。ごめんなさい。IL2C のコンバーターテストのアクセスバリュータイプフィールドテストタイプという型が、ここに指定されて、で、イニットオブジェが呼ばれていると。で、これは何なのかと。はい、よいしょ。形式見ると、おお、これ2バイト命令ですね。FE15 になってます。そして、その後ろに T って書いてありますね。これ、タイプトークンって書いてあるんで、メタデータトークンの値ですね。はい。なんで、特定しようと思うと、リゾルブなんとかっていうのを呼び出す。っていうパターンと同じだと思います。で、中身を見ると値型を初期化します。スタックの遷移動作を順番に示すと次のようになります。1、初期化する値型のアドレスがスタックにプッシュされます。
これは我々がやることですね。つまり、この直前に、さっき、ロードフィールド A っていうのをやったと思うんですけども、あの時にアドレスがスタックにプッシュされるってありましたね。だからまあ、これのために、あの命令を、直前に実行していると。そして、アドレスからスタック、アドレスがスタックからポップされ、指定したアドレスにある値型がタイプトーク型として出荷されますと。ここで指定したタイプトークンですね。これで出荷されると。で、init オブジェ命令は、プッシュされたアドレス、ネイティブイントや、アンドや、アスタリスクのいずれかの型によって指定された値型の各フィールドを、ヌル参照または適切なプリミティブ型の0に、初期化します。このメソッドが呼び出されると、インスタンスはコンストラクタメソッドの呼び出しに対応できる状態になります。こう、タイプトークンが参照型の場合、この命令はロードヌルの、後に続けて stdef を指定したとき、同じ働きをします。まあちょっとなんか微妙な感じですけど、タイプトークンが参照型ではないですね。今やろうとしているのは値型ですね。なので、まあちょっとここの部分は分かってのは分からないようなんですけども、まあちょっとそれを除けば、まあ要するにですね、値型のその中身が全部初期化されますよと。プリミティブ型の0に初期化されますって書いてあります。初期化しますと書いてありますね。C 言語だとですね、大抵その単にそのメモリを、ローカル変数とかで置いただけでは、その中身って初期化されないですよね。ですが、この init オブジェを呼び出すことによって初期化されると。ということは、まあ、裏を返すとですね、この init オブジェを呼び出したときに、C のソース側では、その構造体の中身もちゃんと0で初期化しないといけないですね。大抵上等手段として、mem セットとか使ってですね、初期化をすると思うんですよ。なんで、init オブジェが来たら、まあ、対応するそのアドレスに対して mem セットを呼び出すみたいな、そういうコードを出力してやれば、なんか、要件が満たされそうな、そんな感じがしますね。そして、new オブジェと異なり、init オブジェはコンストラクタメソッドを呼び出しません。init オブジェが値型の初期化に使用されるのに対し、new オブジェはオブジェクトの割り当てと初期化に使用されます。まあ、new オブジェはいつかやるんですけど、new オブジェって要するに参照型ですね。クラスのインスタンスを作るときに new オブジェという、オプコードを使います。なんで、まあ、今のところ関係ないですね。そして、値型っていうのは、実はなんかコンストラクターは自動的に呼び出されないんですよ。単にメモリ上にその領域が確保される。まあ、これ、init オブジェ呼び出すとね、中身もゼロ初期化するって書いてありますけども、まあ、コンストラクターは明示的には呼び出されない。ので、この、今言った、そのアドレスを用意して、この init オブジェを呼び出すことによって、その構造体としての初期化は完了するということですね。はい。まず、最初の2行の部分、この ldlockas と、それから init オブジェの役割は分かったと。で、その次見ると、もう一度同じアドレスですね。このインスタンスの、アドレスを、スタックにプッシュし、そして ldcions123、要するに123というリテラルの値をプッシュし、そして stfield ですね。stfield で、まあおそらくこれはそのフィールドに、この123というリテラルの値を格納しているんでしょうと。まあ、一応これの中を見てみましょうか。はい、この辺ですね。形式は 7D の、T ですね。これまたメタデータトークンですね。で、フィールドのトークンみたいですね。
で、スタックの遷移動作を順番に示すと次のようになります。オブジェクト参照またはポインターがスタックにプッシュされます。我々が扱っているのは今のところポインターなので、まあこれでついつま合いますね。そしてまあ例によってこれは我々がやることと。で、それから、値がスタックにプッシュされます。これも我々がやることですね。ここで123というリテラルな値がプッシュされている。そして、値とオブジェクト参照またはポインターがスタックからポップされます。オブジェクトのフィールドの値が提供された値に置き換えられますと。まあまあ、まあなんか、わかりますね。もうなんとなくは、そのフィールド、そのアドレス、ポインターが示すアドレスのところに、この123という値を格納するという感じですね。stfield 命令は、オブジェクトのフィールドの値、O 型、これはオブジェクト型ですね。または、ポインターが指すフィールドの値、ネイティブイント、アンパサンド、またはアスタリスクの各型。これ、ポインターが、あ、こっちかな。マネージポインター。なので、アンパサンドで書くのが慣例になってるみたいなんですけど、まあ、これに該当すると。で、を指定した場合、値に置き換えますと。で、フィールドは、フィールドメンバー参照を参照するメタデータトークンです。そうですね。stfield 命令には、unaligned prefix と volatile prefix のどちらかまたは両方をつけることができます。おお、そうなんだ。おお、そうなんだっていうのは、アンラインドっていうのは多分ですけど、これはね、見たことないですけど、多分、ポインターが指してる先のメモリの、その、バイトアラインが、整列してないくても、問題なく、いけるようにす、アクセスできるようにするために事前につけるプレフィックスだと思っていて、まあこう細かい話なんですけど、多分CPU の物理 CPU ですね、物理 CPU のアーキテクチャによってはポインターが指す先のメモリのアドレスって綺麗な位置に整列してないといけない場合があるんです。綺麗な位置っていうのは具体的にはなんだ4とか8で割って0になるような、まあ、あるいは16とかもあり得るかもしれないですけど、まあ、それ CPU のアーキテクチャによって違うんですけど、そういうアドレスに、アドレスを指すようにしてないと、CPU がなんか例外を起こすっていう場合があります。で、そういう場合のことが分かってる場合に、なんかunaligned prefixをつけると、おそらくそういうなんか中途半端なアドレスを指していても、問題なく、例外が発生しないような、なんか、機械語コードが生成されるみたいなことの補助のために、多分これをつけるんですね。で、もう一つのボラタイルっていうのは、C でいうとこのボラタイルに近いかもしれないです。ボラタイルはですね、なんていうのかな、その、ドットネットの場合、JIT コンパイルされた、そのマシン語コードが、なんていうのかな、アクセスをこう最適化する、メモリに対するアクセスを最適化するために、まあ、例えば同じメモリを参照している場合、書き換えてることはないだろうから、なんか、どこかにキャッシュしておいた値を再利用するとかして高速化しようということを試みようとしたりするんですね。ところが、例えばマルチコアの CPU とかだと、同じアドレスに対して別々の CPU が違うタイミングで、こう、絶妙なタイミングで、値を書いたりするわけですよ。で、それが瞬時に、他の、CPU から読めたりしなければならないとか、まあ、そういう厳しい制約があるような場合にボラタイルプレフィックスをつけるということになっていてですね。で、ただこれ処理系とかでもまちまちなんですよね。そのボラタイルをつければ必ず安全にアクセスできる、要するに別の CPU が書いたらすぐにボラタイル領域は他の CPU から確実にその値が読み取れるかというと、そういうわけでもなかったりしてですね、これまあまあ難しくて、実際このプレフィックス使われてんのかなっていう気が、今ちょっとそういえばそんなのあったっていうのを見て思い出したんですけど、まあなんかどうも stfield 命令の直前に
アンアラインドとかボラタイルというそのオプコードですね、を事前につけておくことができるようですね、これを読む限り。まあとりあえずですね、今考えないことにしましょう。はっきり言って見たこともないですし、まあこれ対応させるときにまた考えればいいと思います。IL2C のプロジェクトとしてはいずれ全ての IL をサポートするという作業をやるつもりですけど、まあその時に考えればいいかなと思うので、まあ今はちょっとまあこういうのなしと。実際に先ほど C シャープのコードをコンパイルして得られた、ここにもボラタイルとかついてないんで、アンアライズとかついてないので、まあとりあえず置いておきましょう。はい。で、あと、オブジェクト参照またはポインターがヌル参照であり、フィールドが静的ではない場合は、ヌルリファレンスエクセプションがスローされます。ほう。オブジェクト参照は関係ないですね。でも、ポインターがヌルの可能性はありえますね。でも今、あれですよね。これ、例外のことってまだ何もやっていないので、投げようにも投げられないですね。内部構造を考えるときに、もしこれが判定できるようであれば、そうですね、とりあえずアサートを入れておいて、この状況が認知できるように、私たちが IL2C を実装する上で認知できるようにだけしておいて、まあ、今はこの部分については実現はちょっとできないので、スルーしておきましょう。まああれですよね、このバリュータイプをやり終わって、さらにクラスが実現できて、それからですよね、例外をどうしようかっていうのは。なのでちょっと今すぐはできないので、まあちょっと置いておきましょう。そしてフィールドがメタデータ内で見つからない場合は、ミッシングフィールドエクセプションがスローされます。これは通常実行時ではなく、 MSIL 命令がネイティブコードに変換されるときにチェックされます。まあ我々やってますよね、これを今まさに。で、フィールドがメタデータ内で見つからないって、さっき言ってた、リゾルブですね。リゾルブメソッドを呼び出したときに見つからなかった場合の話なんですが、それは IL2C を動かしているときに発生するので、まあこの通りにやる必要はないと思っていて、ミッシングフィールドエクセプションじゃなくて、いつも通り、インバリットプログラムシーケンスエクセプションをスローするって感じで、実装すればいいと思います。はい。じゃあ、要件としては、これで、出た感じですかね。なので、改めて戻ると、ST フィールドをサポートすることによって、このバリュー1のインスタンスに値が格納できるという感じですよね。で、今は、まあちょっと気がついたんですけど、あれですね、なんか、これ、テストがあんまり良くないですね。ここで、バリュー1に値入れても、その後それ何もしてないので、ちょっと確認がやりにくいので、ちょっと変えましょうか。このアクセスバリュータイプフィールドテストタイプを、リターンで戻すみたいな感じにしますかね。そうすれば呼び出し元で実際にバリュー1が格納されたかどうかっていうのを確認できるようになると思います。で今これはその IL について考えたんですが、最大のトピックとしては、構造体を、C のソースとして出力しないといけないですね。構造体定義を今アクセスバリュータイプフィールドテストタイプというものがあるって前提に立って話をしていたので、今のやつに従って IL コンバーターを実装すると、シンボル名としてアクセスバリュータイプフィールドテストタイプっていうものが出力されると思うんですよ。C のソースコードに。でも、そんなどこにも定義されてないので、コンパイルできないですよね。なので、こいつを出力してやる必要があると。で、これは、まあ、こいつで、ちょっと見るとですね、アクセスバリュータイプフィールドテストタイプってこれですね。これ。で、ちょっと C シャープに変えますけど、まあ、こんな感じで書いた通りですね。変哲もない、こういう、構造体。これを、先ほど、ホワイトボードで検討していた、これですね。こういう形式で、ソースコードに、一緒に出力してやる必要がある。しかも、
今から取得するこの、実装ですね、関数の方、関数より前に定義してやらないと、前方参照しかできないので、後ろに出したんでは、エラーになってしまうので、この構造体の定義をですね、どういうタイミングでやるかですね、その参照された構造体を記憶しておいて、そして、C のソースコードを実際にテキストライターに出すときに、こいつを一緒に出力してやるっていうのが、まあ一番良さそうですね。まああるいはもうちょっと力技の方法としては、もうリフレクションで、上から下まで、肩を舐めていって、こう、必要となる構造体を全部、このフォーマットで一旦出力してしまう。っていう方法もまあありだと思います。ただし、それをやると使われもしない定義も全部出力されますよね。ただ、構造体の場合には、これ定義されてるだけでは、ストレージ使わないですよね。ストレージスペースを全く使わないので、まあ出てても実害はないかなっていう気もしますよね。ひょっとしたら、今はないですけど、将来的に、その C シャープで構造体は定義したけど、この構造体自体を使うのは、C のソースコード側、手動で作る C のソースコード側でこの構造体を使いたいと思うかもしれない。そうすると、C シャープ側でいくら使われてなくても一応なんかこう構造体定義としてはソースコードに出力されていてほしいと思うかもしれないっていうことがありますよね。まあなんか楽なんで全舐めして、これを、力で全部ガーって先に出してしまうっていう方法にしましょうかね。そうすれば、使われたかどうかを完全に、調べなくても、一応、とにかく全部出るので、対応はしやすいかなっていう気がします。はい。というのが、今までは、スタティックですね。スタティックメンバーに対してやっていたのでは、構造体の定義ってそもそも不要だったんですけども、まあ、今回いよいよその構造体をインスタンスとして保持するために、この定義を出力しなきゃいけないというのの背景にそう、なります。じゃあまあ、なんとなく、やらなければいけないことは分かったので、まあ今日、はここまでにして、次回はじゃあ実際に、まあ、IL の方を先にやるか、今言ったように、構造体 の, 定義を出力するか、ちょっとどっちを先やるか分かんないですけども、まあ、そんな感じで、次回対応をやっていきたいなと思います。これができるとね、なんとなくこうあれじゃないですか、OOPっぽくなりますよね。今のところC シャープのコードが変換できるって言っても、なんか C シャープコード側は、まあ、分岐とかできましたけど、なんか OOP の O も何もないので、なんか、何このコードはみたいな感じだったんですけど、これがサポートできるとちょっと、構造、まあ、構造体というかですね、構造地区なものが出せるようになるので、まあ、一歩進んだ感じになるんじゃないかなというふうに思います。じゃあ、まあ、そういうわけで、今回は、まあ、これで終わって、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。